藤原諸真は、平安時代中期から後期にかけての苦行、歌人。藤原北家、関白、藤原寄道の六夫。官位は、十一位、摂政、関白、大乗大臣。寄道のこのうち、義子諸生の男子は、正室、高姫女王と着難、通り坊への配慮から、全員竹、養子に出されていたが、諸兼の誕生からほどなく通り坊が急死したため、 末っ子の諸ザネが摂関家の後継者に立てられた。諸ザネは、幼女の里子を白川天皇に受大させると、里子は、天皇の長愛を受家、さらに長男、厚し文神皇を産んだため中宮のに作立されを産む、諸ザネの高級政策は成功した。後に、叔父で、関白、則りの生前より、則りみ及びその子で、いとこの信長と管、摂関。 富士市長者の地位をめぐって対立するが、そもそも寄り道から寄り道へ継承される際に、寄り道は一代限りで、時代は寄り道の子に継承させるとする遺言があり、上等門院、秋子などの監視もあったために、寄り道、信長親子は諸金を完全に排除することができず、逆に、寄り道が左大臣職を諸金に譲るなどして、 遺言を実行するような気配を見せるなどせねばならなかった。寄り道諸もろざね家の牽制を削るために、自らも痛手を受けることを覚悟の上で、後三条天皇が行った、延久の昇援制履礼の施行を、事実上容認したりもしている。信長に、石棺の地位を継承させることができないままに、乗り道が死去すると、もろざねは、左大臣として、すでに、 一条でありない大臣の信長よりも上席であり、また、藤原氏との関係が希薄な弟宮たちではなく、自らと里子の間に生まれた、吉人親王への好位継承を望んでいた、白川天皇と協調し、乗道主挙後即座に、諸真が内乱、藤市長者となることに成功した。この体制には、反対勢力もあり、信長の2年にわたる出資停止など対立は、 数年に及んだが、自らに反対する貴族らの象徴となっていた、内大臣の信長を、左大臣である自分を飛び越えさせてまで、大乗大臣に据えつつも一座戦事を受けることで、左大臣以下の人事を、自らの意のままとして、牽制を固めた。白川天皇も諸座ネには一目置き、陰性を開始した後も、新帝の摂政に転じた、諸座ネの意向には配慮するように努めている。 実際、白川上皇は、院長の人事さえも、諸座根の人選に任せ、諸座根も、上皇の娘育訪問員が亡くなった時に悲しみに、暮れる上皇に代わって、葬儀の準備を行っている。しかし、佐藤子の受罪は、村上源氏の勢力伸長をも意味し、さらに着難、死通りと諸座根自身の相次ぐ皇居により、若年の忠実が後を継がざるを得なかったことや、 堀川天皇の創生により、摂関家が天皇の外籍の座を失ってしまった。諸ザメの現役期には摂関政治は安泰であったが、その死後に結果として弱体化が進むこととなった。和歌に優れ、五州和歌州以下の直線和歌州に十六種がいる首、また歌州に京国関白州がある。関白を辞した直後の河方元年に開いたい歌合わせは、 非常に盛大なものであり、カヤイン七番歌合わせとして現在にも伝わっている。また、琵琶を源の元道に笛を藤原宗春に学び、音楽面でも才能を見せたと言われている。日記に京国関白記がある。後、信長の娘を自らの子息指数の室に迎えている。日付はいずれも旧暦による。ありがとうございます。